江戸において女子姫は政宗と別の建物に住み、表と奥を明確に分けていました。政宗は毎月決まった日に清掃をして女子姫のもとにおいでになり、田村麻呂の末裔である女子姫を神座に、自らは3軒ほど下がった縁側近くに座しました。そして前も杯も女子姫が先に口をつけたといいます。